皆さんこんにちは、エリコ柴村のふわふわチャンネルです。イエーイ。このチャンネルは明るく楽しく史上最速で幸せになっちゃうふわふわの魔法をお届けしています。今回はですね、皆さんまだ間に合う下半期快適に過ごせる言霊をお伝えしたいと思います。えみちゃんと一緒にね、この言霊を言っていただけると皆さんのパワーがアゲアゲになりますからね。今回ですね、皆さんと一緒に唱えるのは下半期快適に過ごせる言霊なんですけど、実は2つあるんですね。1つ目なんですけどね、皆さんね、よくね、私なんてって自分を否定する言葉を言っちゃう人いますよね。そうするとね、快適じゃなくなっちゃうんですね。その気分とかそういうことを解消する言葉、それがそのままで大丈夫なんですね。このそのままで大丈夫をたくさん言っていくとですね、自分の中で自信がみなぎってくるんですね。本当に言霊ってね、たくさん言えば言うほどね、自分の中で自信がみなぎって、そのままで大丈夫って自然と出てくるからすごいですよ。まずこの言霊を言ってみましょうね。ちょっとポイント、注意ポイントなんですけどね、自分の中でそのままで大丈夫って思わなくてもいいよ。言霊って言うだけでいいんだよ。そうするとどん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 言ってると自然と中からそのままで大丈夫ってふわっと出てくるからね。何回もこの言霊を言ってくださいね。2つ目なんですけどね、ああ気持ちいいな、幸せだなっていう言葉なんですね。まあこの気持ちいいなとか幸せだなって思わなくてもいいからね、言霊を言ってくださいよ。そこポイントですからね、常にね。一緒に言いますよ。そのままで大丈夫、そのままで大丈夫、そのままで大丈夫。ああ気持ちいいな、幸せだな。ああ気持ちいいな、幸せだな。ああ気持ちいいな、幸せだな。そのままで大丈夫、そのままで大丈夫、そのままで大丈夫。ああ気持ちいいな、幸せだな。ああ気持ちいいな、幸せだな。ああ気持ちいいな、幸せだな。そのままで大丈夫、そのままで大丈夫、ブー。ああ気持ちいいな、幸せだな。ああ気持ちいいな、幸せだな。ああ気持ちいいな、幸せだな。